皆さん、こんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、この来店客数で経営していけるの?というテーマでお届けいたします。私は新潟県中小企業家同友会の新潟支部に所属しています。新潟県中小企業家同友会は、新潟県内に9つの支部があり、会員数は約600名います。そのうち新潟支部は約260名の会員を有しています。この程度の会員数になると、中小企業経営者の声を行政に届けるために、新潟市とのパイプもあります。また、新潟県中小企業家同友会には政策委員会があり、各支部がある市町村における中小企業振興基本条例の制定を目指しています。参考までに新潟市は2015年に新潟市中小企業振興基本条例が制定されました。これは経営基盤の強化、健全な発展、人材育成、雇用の安定、社会資本の整備改善、従業員の暮らしの向上、調査及び情報の収集、提供などが基本方針として挙げられています。この他にも、新潟県中小企業家同友会は、新潟大学との連携なども行っています。こうなると、単なる経営者団体という枠を超えて、地域全体の活性化を目指していることになります。地域あっての中小企業です。地域の雇用を生み出すのは中小企業です。そういった意味でも、行政や学校と連携することはとても大切なことです。先日、新潟市の産業関係の方と意見交換会を行いました。私も参加しましたが、今年で2回目の開催となりました。行政は地域の中小企業や経営者の生の声を拾おうと努力しています。約2時間にわたる意見交換会でしたが、行政の方から面白い話を聞いたので紹介させていただきます。今日の本物の商売を目指すポイントです。新潟市中央区に古町という地域があります。新潟県民で古町を知らない人はいないでしょう。古町はかつて日本有数の遊郭で、江戸時代初期は京都、大阪、江戸の三都に続く番付でした。やがて新潟港に北前船が寄港するようになると、さらに発展を遂げ、昭和初期には新橋、祇園と並び、三大花町と呼ばれるまでになりましたが、ここ20年余り、客足は磐梯地域と郊外に流れて、大和百貨店、そしてラフォーレ新潟の撤退などが相次いで、めっきり集客力は落ちました。その頃から古町の活性化は叫ばれていましたが、一向に改善の見込みは今のところありません。そんな中、上古町と呼ばれる地域では、小さなショップを出店する若者が増えているそうです。ですが、お客様の入りはまばらで、どうやって経営しているのか不思議だというのです。この話を聞いたとき、ちょっと心配になりました。夢や希望を持ってお店を出店しても、現実は厳しいのかなと、皆さんはどう思われるでしょうか。行政の方の推測では、実店舗の集客数が少ないからといって、一概に儲かってないとは言えないそうです。その理由は今の時代ですから、必ずネットショップを開設しています。つまり、ネットショップでの売り上げもあるというのです。ネットショップの売り上げは実店舗の集客具合を見ても知ることはできません。この話で10年ほど前のことを思い出しました。当時、弊社クライアントにオーダースーツショップがありました。オーダースーツは既製スーツとは違い、市場は圧倒的に小さいのが現実です。実店舗での集客は1日1人の来客がない日もあるそうです。ですが、なんだかんだと言っても、今でもしっかりと経営しています。その秘密はネットショップです。
ネットショップの売り上げが自治店舗の売り上げよりも圧倒的に多いのです。ですから、自治店舗での来客数が少なくても経営しているというわけです。今の時代、複数の販売チャンネルを持っている企業がほとんどです。自治店舗の集客力だけを見て、売上とか実力を判断することができないということです。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。